どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルプラチナチャレンジおすすめホテルということで4ポイントバイシェラトンをね紹介していきたいと思います。今現在ですね、 GoTo トラベルキャンペーンね来ておりますので、お得にねプラチナチャレンジできるのは間違いないと思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなっていうふうに思います。今回の動画はね GoTo トラベルキャンペーンね併用っていうふうになりますので、今現在ですね東京都の方はちょっとご利用できませんので、その点はご了承いただければなというふうに思います。でですね、プラチナチャレンジについては専用の動画ね出しておりますので、一応ねプラチナチャレンジ自体がねわからないっていう方はですね、そちらで詳しくね解説させていただいておりますので、そちらね一度ご覧いただければなというふうに思います。動画の方は概要欄に入れておきますので、そちらね見てみてください。でざっとねプラチナチャレンジを解説すると、まずプラチナチャレンジっていうものは、まずマリオットボンボイホテルのデスクに連絡していただいてプラチナチャレンジのね宣言を行います。その後にマリオットボンボイホテルに3ヶ月以内で16泊する必要があります。で宿泊からね、まあ大体1週間っていうふうにねデスクの方に言われると思うんですけども、まあ、私はですねプラチナチャレンジして1日後、本当に翌日後ですね、スマートフォンのアプリの画面がですねもうプラチナの方に切り替わったっていう感じですね。一応マリオットボンボイのデスクの方に多分1週間程度って言われると思うんですけども、反映自体はねかなり早いっていった感じになります。プラチナチャレンジをね宣言を行う前にはですね、おすすめとしてはSPジアメックスね発行しておくことをおすすめします。発行しておかないとですね、さらにね宿泊日数が必要になったりしますので、まあ個人的にはですね発行しておいた方がいいのではないのかなっていうふうに思います。またねプラチナチャレンジでですねマレットボモホテルで決済ねある程度行いますんで、それもねSPジアメックスで切った方が決済分のポイント、まあボーナスポイントと言われている部分ですね、そちらも多くもらえるっていう風になっておりますんで、まあ、基本的にはですね SPG アメックスね保有されてからプラチナチャレンジを行うっていうのがおすすめっていう風になっております。次にですねプラチナチャレンジをまあ宣言するわけなんですけども、 SPG アメックスのね裏に書いてある電話番号ですね、こちらに電話していただいてデスクの方にプラチナチャレンジしたいですっていうね旨を申してるっていった形になります。それでですね実際にマリオットボンボイの公式サイトでね予約していくっていう必要がありますんで、この点をね忘れないでくださいね。楽天トラベルとかね、まあ、そういう外部サイトで予約した場合はこちらカウントされませんからね、仮にそこで16泊取ったとしても1泊もですねカウントされないっていう感じになりますんで、公式サイトでね予約する必要があります。でマリオットボンボイのこのプラチナチャレンジについては16泊ということで16泊ねする必要があるんですけども、もちろん16連泊でも OK ですし、宿泊をですね分けて宿泊することも可能です。ではね今回の動画で紹介したいと思っている4ポイントバイシェラトン函館でね検索した結果がねちょっとここら辺に出しておきますけども、こちらは8月から10月のね宿泊予約の、価格っていう風になるんですけども、大体がですね7000円から9000円っていう風な感じになっておりまして、もちろんね週末とか連休とかね少し高くなるんですけども、かなりね価格的には安いと思うんですよね。でプラチナチャレンジに必要なのは16泊ということで、利用できるところでねぜひね検索してみていただけたらなというふうに思います。でこのちらの価格で、まあ、16泊ということで、まあ、大体ですね、まあ、7000から9000円ということなんで、まあ、8000円でねちょっと計算してみていきたいなと思うんですけども、まあ、仮にね8000円だったとした場合ですね、16泊ということですんで、本来ね12万8000円ぐらいねかかるっていった感じになるんですけども、ここからね GoTo トラベルキャンペーンの割引が4万4800円ね割引が入りますので、実際の支払い金額は8万3200円になるっていった感じなんですよね。かなり値段的には安いですよね。もちろんですねマリオットボンボイのプラチナステータスっていうのは永久ではありませんので、期限がね決まっているプラチナ期間というふうになりますので、その間にですね、まあ、元を取るっていう話になると思うんですけども、8万3200円だったらですねかなり元はね取りやすいのではないのかなっていうふうに思います。まあ、私のね動画で先日ね宿泊させていただいたメズム東京、まああちらですねアップグレードは3段階ねさせていただいたんですけども、もともとの宿泊が5万9000円ぐらいだったわけなんですけども、まあ、実際
際にアップグレードさせていただいた客室は、まあ、8万円ぐらいするね客室にアップグレードされたわけなんですよね。まあ実質の差額がまあ2万1000円ぐらいねあるようなアップグレードだったわけなんですけども、まあこういうのをね考慮していくと、まあかなりね元は取りやすいのではないのかなっていうふうに思います。まあ客室のアップグレードでってまあ思う方もねいらっしゃるかもしれないんですけども、ラウンジアクセスや朝食レイトチェックアウトとかもねつきますんで、そういうのをね考慮していくとかなりね元は取りやすいのではないのかなっていうふうに思います。まあ個人的にはですね、この一般的なプラチナチャレンジの費用としては、まあ、大体ね10万円は間違いなく超えてくるっていうふうになりますんで、普通に考えてまあそうなりますよね。16泊っていうことなんで、1泊1万であっても、まあ、大体ね16万円ぐらいねかかりますからね。でマリオットボンボンホテルの場合1万円をね下回るホテル自体の方が、まあ、少ないっていう風になってますんで、今のこの期間はですねかなりおすすめではないのかなっていう風に思います。またですね、4ポイントバイシェラトン、まあ、こちらはねおすすめする理由はね、まあ、価格が安いっていうのはねもちろんあるんですけども、まあ、実際にね私こちらプラチナチャレンジでね利用したホテルでありまして、まあ、空港からですね連絡バスで25分から30分ぐらいかな、まあ、そのぐらいで行けるっていう点で、まあ、かなりねアクセスがしやすいっていうこともありますし、JR のね函館駅が斜め向かいにあるっていうこともありまして、まあ、どこかね他の場所にもまあ行きやすいっていうのもありますし、ホテルの隣がですね朝市っていうね飲食店が並んでるようなね場所もあるっていった感じで、また観光スポットもですね近いんですよね。ですので私もですね周辺の朝市や赤レンガとかねそういうところを観光させていただいたんですけども、非常にね利用しやすくてですねおすすめな点っていうふうになります。また函館ですね、現在こちら先着にはなってしまうんですけども、1名2000円ねグルメクーポンをね配布されてるんですよね。こちら2名であれば4000分、まあ1回きりにはなってしまうんですけども、こちらねもらえるっていう風になっておりますんで、宿泊のね食事の際とかにもですね利用できますんで、まあ、こういうのはねかなりありがたいですよね。また今現在ねマリオットボンボンホテルではキャンペーン、宿泊に際してねキャンペーンやっておりますので、こちらもですね、まあ、専用の動画ね出していますので、詳しいことはねそちら見ていただきたいなと思うんですけども、1滞在につき2500ポイントはねもらえるキャンペーンやっておりますので、まあ、こちらはね1滞在について2500ポイントっていう風になりますので、もしね16連泊でね予約した際はこちら1滞在になってしまいますんで2500ポイントしかもらえないわけなんですけども、もしね周辺とかに住まわれている方、もしくはね滞在を分けられるような場合であればですね、こちら2500ポイント上限ありませんので、1滞在につき2500ポイントずっと加算されていきますし、3滞在目にはですね5000ポイントのボーナスポイントも付与される。こちら1回きりなんですけども、そういうねマリオットボンボイ自体がやっているキャンペーンもありますので、かなりねおすすめっていう風になっております。今回紹介したのをですねまとめるとですね、だいたい1泊5200円で宿泊することができて、またねボーナスポイント、まあこちら一応1滞在ってカウントさせていただいてますんで2500ポイントもらえるっていった感じで、またねグルメクーポンは2000円もらえるっていったね感じになるわけなんですよね。かなりねお得に利用できるのではないのかなというふうに思いますので、まあ今のねこの計算はあくまで1泊8000円ぐらいでね計算させていただいておりますんで、宿泊の表を見ていただけたと思うんですけども、8000をね下回る日付ももちろんありますので、そういう日をね選んでいけば費用はねもうちょっと下がりますし、もしね週末しか利用できないみたいな感じになってしまうともうちょっとね費用上がってきてしまうんですけども、こんなにお得にねプラチナチャレンジでできる機会はですねもうないと思いますんで、ぜひね検討してみていただきたいなというふうに思いまして、今回ね動画作らせていただきました。今ね説明させていただいたのはあくまでね基本っていう感じで、もしねここに SPG アメックスでね決済した場合はボーナスポイントね、ホテルボーナスポイントということでさらにねポイントもらうことができますんで、さらにお得にねできるのではないのかなというふうに思います。またですね今回紹介させていただいたのは4ポイントバイシェラと、まあ私がね実際に行って、まあ、周辺とかのね情報も、まあ、ある程度分かりますんで紹介させていただいたわけなんですけども、低価格っていう意味ではですね、コードヤードバイマリオット白馬、こちらもですねかなり低価格になっておりますんで、まあ、こちらもですねおすすめっていう風になっております。
まあこちらについてはですね、ちょっと私自身がですね利用したことがありませんので、ちょっと細かいことはですねわからない部分があるんですけども、価格で言うとですねこちらも低価格で利用することもできますんで、もしねプラチナチャレンジ検討されている方はですね、こちらも選択肢の一つとしてね見ていただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねマリオットボンボイホテルのプラチナチャレンジ GoTo トラベルキャンペーンをね利用することで割引してね利用できるということでね動画作らせていただきましたけども、間違いなくこんなに低価格でね利用できるのはもうないと思いますんで、ぜひねマリオットボンボイのプラチナステータスね保有してみたいっていう方はですね、ぜひね検討してみていただけたらなというふうに思います。私個人的にはですねマリオットボンボイのプラチナチャレンジをして費用はかかりましたけども、かなりね良かったなっていうふうに思います。まあハワイとかでですねスイートルームにあげていただいたりとかですね、その他のホテルでもすごい眺めのいい部屋にねアップグレードしていただいたりとかですね、利用できていいのはやはりクラブラウンジがね利用できるっていう点と朝食がつくっていう点はですね本当にいいですね。レイトチェックアウトについても16時までということですので、私ちっちゃい子供はねまだ2歳半の子供がいるんですけども、ちっちゃいね子供がいる方であればですね時間を気にしないでね朝食がいただけたりとかですね、食事終わった後にですね近くであればですね観光とかもねできたりとか、まあ私自身はですね結構ホテルの周辺をね子供と散歩したりとか近くの公園とかね行ったりしてるんですけども、そういう利用の仕方もねしやすいっていうのもね結構ね個人的にはいいなって思ってる部分であります。またね今回の動画では解説させていただいてないんですけども、 GoTo トラベルキャンペーン自体はですね今 35% 割引ね宿泊割引ねされておりますけども、本来ねプラス 15% の地域クーポンみたいなのが付与されるという話であるわけなんですけども、まだね詳細というかどんな感じでね付与されるのかねまだ分かりませんので、今回この動画に関してはですねそちらね話させていただいておりませんので、まあ、今後ねそういうクーポンをね配布予定ではありますんで、そちらもねもし配布されたならですねさらに、ね、お得になりますんで、ぜひねそちらも覚えておいていただいて、9月1日ね発表されたらですねそちらもぜひね利用してみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですねこういったマリオットボンボイホテル、ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカードをね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。